お寿司めっきょう食べたんですけど、ね、お寿司食べちゃった。寝ようと思っていたところ配信こんばんだい。よしぽんこんばんだい。そうお寿司食べちゃった今日。なんか気づいたらお寿司買っててね、なんかお寿司買っちゃってた。お寿司美味しかったです。なんでお寿司、みんなやっぱお寿司食べたいんだね。イーさんこんばんだい。こんばんざい、ありがとう。元気、寝ようと思ってたところ配信。今日は一日ちょっとまあいろいろやってたんですけど。お寿司は納豆巻きか食べなきゃって習った。それジュリアでしょ。寿司食べてるのに特に魚好きじゃないみたいな、なんか生魚食べれないのみたいなことを昔言ってて、今は食べれるらしいんだけどさ、昔言ってて何を言うとるんやこいつはって思ったことがある。何を言ってんねんって思って。今日はいろいろといろんなとこに行ったんですけど、ほんといろんなとこ行ってきた。顔を出さないと嫉妬されそうなので。そうだよヨシポン、嫉妬しちゃうよ。め嫉妬しいなんで、すぐ嫉妬しちゃう。あーっつって嫉妬しいなんですよね。よいしょ。今日はちょっとねラジオ配信15分ほどで終わりますので、星はね藤崎ふみちゃんルームの方に投げてください。熱い、もう満身創痍とはこのことかっていう、まあ、トークポート今日お休みさせていただいてたんですけど、まあ、来週は参加できると思うので、よっぽどのことがない限りは。明日の楽市楽座はもちろん参加するんですけど、よろしくお願いしますね。顔が見たいなね、顔見たいよね。ごめんね、今日はラジオなんだ。今日メイクできないからさ、メイクでしちゃダメなの今今日皮膚科行ってきたんですけど、ちょっとメイク今日はダメって言われてるからメイクできないんだ。ピエン、明日はねお顔映るから。明日のはオンライン楽市楽座あるんだけどさ、明日2時間なんだよね。だから1時間ごとにお洋服変えようかなと思ってます。実はこのケーキは藤崎ふみがくれたやつだから今この画像にしたんだけど、なんか別の画像にしようかな。なんかいい画像がなくて最近納得いく顔をしてないのよ最近はね。ピエン通り越してパオンだよ。フフ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 。なんかね自分の顔に納得いくことって一生ないと思うんだけどさ、ほぼ縦なんだよね。どこ見てんのみたいな写真が多いのよ。あ、これは47時間配信の時のふみちゃん、ささささんの顔が見えたから、まあいっか。明日からはね普通に顔出るのでちょっと待っててね。今日は顔は封印です。封印めいちゃん、封印めいちゃんだよっつって。明日はてんてんてん、なに？よしぽん、明日は来てくれる？めいんとこ。
ちょっと夜だからね、オンライン楽市楽座もよろしくお願いします。お星様は藤崎ふみちゃんルームに投げてください。今2位だからさ、しかも結構な差が空いちゃってるのよね。のぞちゃんこんばんは、こんばんは、のぞちゃん。よしぽん、はてな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 。いやもう本当にそういう道結構差がちょっと開いてきてるので、みんなよろしくお願いします。さっちゃんは今1位なんだけど、ふみが今ちょっと2位なので、まあね、まだ期間はあるとはいえ、ちょっと油断できない状況ではあると思うので、みんなで一緒に1位取れるように頑張りましょう。お願いします。ね、どうにかして、どうにかしてっていうか、どうにかして、ふみが1位になる未来があったらいいなと思いますけど、最近毎日パックしてるの。そしたら肌の調子がめっちゃ良くて、顔のね、顔の調子がめっちゃいいんですけど、毛穴なくしたいの。覗いてるよ目、意外と。あのふみのルームも行ってるし、さっちゃんのルームは何もできないんだけど、何もできないから見てるだけだけど、見てたりはする。メイの良くないとこはさ、見るだけ見て拡散忘れるのよね。なんでそういうことしちゃうかなっていう、自分で自分に疑問なんだけど。ふみの配信とかは星投げたりしてるよ。名前変えてるけど、その時はたまに名前変わってるやつで、安原メイでやるとさ、みんな気になるかなと思って、安原メイっていう名前で投げてたのは初日だけだけど、他の名前で投げてます。実はコメント気をつけないといけないな見てるよ。だから意外とね、メンバーの配信の中ではすごい、ふみとささは今結構見てる。今かぶせちゃってるからあれなんだけどさ、今日はもう一日こういう日ですね。岸さんこんばんで、こんばんで。アバターも変えてる用意周到でしょ。まあなんか多分みんな当てられないと思うのであれですけど、まあ気持ちはみんなと一緒だよっていう、大丈夫、一緒にふみを応援しよう、ささを応援しようの気持ちです。さっちゃんのやつはね、協力しちゃいけないからさ、あの星投げちゃいけないんですよ。だから星投げができなくて、ピエンピエンピエンってやつ、なんかできることなら投げたいんだけどさ、投げれないから。できることならね、投げたいんだけど。もちゃこんばんは、こんばんは。どう、痩せた？もちゃ、もちゃ痩せた？怖いな、監視されてるみたいで、ピエンピエン。監視してないよ。おい、一緒に応援したいなと思って、その純粋な心でいつも配信行ってるよ。ふみ配信終わった？あ、終わっちゃった。じゃあテロップ変えよう。てん、こんばんは、かわいい、結婚しよう、結婚しよう結婚願望ないんだな。ふみ配信お疲れ様だ。そうだよね、最初のね、ここだけだもんね。はいはいはい何そのはいはいっていう感じ。ちょっとみんなに顔見せたいんだけど、今日は見せられないんだ、ごめんよ。
申し訳ねえ。15分終わったら終わっちゃうからね、今日も。あと歯磨いて寝るだけですね、今日は。早くいっぱい寝てくださいって言われたから、いっぱい寝なきゃいけない。いっぱい寝てくださいって難しい。俺も変えようかな。なんで？なんでよ。ヨシポンは変えないね。そのままでいて。少し増えてるんだけど原因がわからん。なんでだろうね。停滞期じゃない？メイはあんま食べなかったら太った。逆に朝昼晩じゃなくて1日1食とか1日何も食べないとか言ってたら急になんか体重が停滞して全然減らんくなって、何しても減らんくなったから、ご飯をしっかり食べるようになったらタンパク質をいっぱい取るようにしたかも。そしたらまたちょっと痩せたけど。名前だけメイちゃんね。名前だけメイちゃん。みつきちゃんやっほー。名前だけメイちゃん。名前だけメイちゃんか。なんでよ。なんでよ。最近はいろんなことをやっているですけど、今日ね、ニトリで買い物した。ベッドのシーツ、布団カバーはいっかって思って、今暑いからタオルケットを買ったんですよ。寝るときにタオルケットで寝たいなって思って。クラモン、こんばんざい、こんばんざい。名前をメイちゃんにしたらメンバーに間違えられて、いや絶対間違えると思う。スアラは今名前何にしてるんだろう。このルームのやつは安原って名前だと思う。安原丸。配信前にいつも変えてるから安原丸だと思います。安原丸です。JUMBO ジャンボ、こんばんざい、こんばんざい、ありがとうございます。テテ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 テ、JUMBO ジャンボ、安原丸。そう、安原丸。あの文の最後につける句読点の丸をつけてる。ひらがなで安原で下に丸をつけてる感じ。モーニング娘みたいな。ずっとそれですね。だからメンバーにも意外とバレないんですよ。え？安原丸丸で。ややこいことになりそう。めっちゃややこそう。同じや。分かってるよ、分かってるよ、みつきちゃん。みつキングはあれだもんね、全部ひらがなやもんね。めいはみつきちゃんって呼ぶからあれやけど、うんぐがなくなくなっちゃってるけど、キング、みつきちゃんはみつきちゃんだな。みつきちゃんっていう、みつきちゃん呼びに慣れてしまってるからさ、今さら違う名前の呼び方できないよね。何やろう、うん、ほんとみんなふみとささに応援してください。でもなんかすごい偉いと思う、マジで偉いと思う。というか20万払うからメイザップしてよ。メイザップ、一緒にめっちゃ動くっていうのどう？超動く。なんだっけ、バンザイジャパンの楽曲をひたすら踊り続けたらきっと痩せると思う。やばいよ、声枯れとかそれこそパラサマとか踊ってたら多分めっちゃ痩せると思う。パラサマとか女の子やったら多分痩せるよ。だってあれ腕だもん、もうずっと腕回してるからさ、腕飛んでくんじゃないかなって前思ったもん。レッスン中にパラサマのフォーメーション入れん時にずっと踊っててびっくりしちゃった。自分の名前好きだからそう呼んでくれるの嬉しい。本当？20万でメイザップは高いよ。そんなにもらえんのってなっちゃうわ。ふみちゃんとこで貢献ベスト10に入ったらメイちゃんより先に話ができちゃう。あ、
激おこまるだ嘘嘘。でも黄金ベスト10に入ったらメイも褒めてあげる。すごいと思う。だってそれだけ応援してるってことやろ。すごいと思う。ありがとうの気持ち。ヤマトくんこんばんは。こんばんは。白エビやアバターが、あれ白エビエ何やっけ、忘れてた。あれやね、妖怪だよね。幸福をもたらすってやつ。メイザップは何をしてくれるのかしら。そうですね、基本的には励まし。あとバンズイジャパンのダンスの振りをせい、アマビエか白エビと混ざっちゃった。それを目標で頑張ってるんだよ。そうなの、アマビエや。そう、それなんやろね。あと一緒に筋トレするぐらい。筋トレとストレッチを一緒に、もうやりたくないねって言いながら一緒にやる筋トレなんて誰もやりたくないと思うから。もカンタのモノマネはしません。しないよ、カンタのモノマネは。カンタのモノマネって何ふみちゃんが1位になったらなおさらいいね。ふみが1位になる世界が見たい。世界線が見たいです。世界線が見たいよ。よし、久々や。めっちゃん元気元気。僕はすごく元気すぎて発散する場所がないよ。発散、あーなるほどね。白エビは石川で美味しかったやつ。本当は富山ねんけどね。めっちゃ元気だよ、元気が止まらない。多分想像以上に元気です。みんなが思ってる以上に。明日はこのルームがね2時間ぐらい動くので。ちなみに今筋トレしながらやってる。さっちゃんは1位独走してるから安心して。まあね、なんかササはでもなんか無制限イベントの中で誰よりも頑張って配信してると思うから頑張ってほしい。本当にこの写メも何ちゅうかわいさなんですか。これはでもこれの時多分コンタクトつけてないからそんなに。コロナだからわちゃわちゃできないでしょ。ああまあそれはあるけど、でもわちゃわちゃはできないけど、でもいろいろとやってるよ。バンザイジャパンは全然自粛前よりも忙しかったりする時もあるし。2時間もですか。そう、2時間楽しんでもらえるように頑張るから。どうした、どうした、どうしたの。今配信してんねんけど。どこ見えない。ここ。どこ。ここ。どこ。ここ。ジュリちゃんが泣いてるよ。なんかさぶつけたんじゃない。ぶつけた？いやるよ。声声張るから。ちょっとメイの配信中にさ喧嘩しないでもらっていいですか。ここにぶつけ、ああカバウソ。手を思いっきし、こうやって、うん、ここを突き指したかと思った。大事ね。それはちょっと気になる？嘘。お腹すいた。ピエンピエンピエンだよ。ピエンなの？ゴキちゃん？ゴキちゃんじゃない。ただのアサヒジュリアの事故。3歳児みたいなこと言ってる。確かに。二人とも可愛いよね。ザマートお伝えくださいませ。ジュリー、ジュリー、モジャがね、うん、ザマーだって。おいてめえジュリアちゃんスキップできていなかったね。ね
できないんだよ。かわいいよね。ものすごく暇してるの。バンザイジャパンも自粛前も自粛後も変わんないっすね。実際何も変わんない。全然変わんないよ。なんか、忙しい。普通にありがたいことにですけど、ありがてえって感じ。ああ疲れた。あずい。ジュリアちゃんに伝言をお大事にと了解しました。生は笑うしかも結構好きなメンバーに対してのね、そういうね、私好きですよ。そういう関係性いいよね。素敵だと思う。うわよいしょ。髪の毛をね乾かしてらっしゃるからの人頑張ってほしい。意外と30分ぐらい配信してるやん。め15分で終わるつもりだったけどね。じゃあそろそろ終わろうかな。明日はちゃんと配信するのでぜひ来てくれたら嬉しいです。今日はトークポートお休みしてすいませんでした。さすがに俺はメイちゃんには言えないな。ダメだよ、メイに対しては甘やかしてください。メイは優しい世界で生きていきたいので。寂しい。あ、オタルさんさっきフミのルームいましたよね。見ました。お疲れ様です。またね、またね。今日はトークポートお休みしてすいませんでした。また明日から頑張ります。みつきちゃん、バイちゃん、バイちゃん。ちょっとね、単純に皮膚科に行ってました。すいませんはいはいはい。ということで以上、安原めいでした。またお会いしましょう。バイバイ。おやすみさん。バイバーイ。おつめい、おつめい。じゃあね。